大竹のもっと言いたい放題、今日はこの時間も、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。クア T. M. さん、五十一歳の江戸川区の方です。ありがとうございます。室井さん、青木さん、金子さん、純子さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。原油高、物価高、不安定な情勢は、いつまで続くんですか。一、うん、年前に頼んだ部品、部材が、なかなか入ってこなくて困るし、現場がうまくいかないです。<laughs> 来年も同じな感じですかそれともちょっとは良くなりますか大掃除しながら聞いているのでよろしくお願いしますということです先生。ね、僕はウクライナ戦争の奇ス次第でだいぶ変わってくるんだと思うんだけど、うん、多分ね皆さんが考えるときに今年の2月25日に、うん あのロシアの侵入が始まるわけですけどまあそうですね<ー>25日のライン、うん、ここまでどうやって引き,引き戻すかっていうことがないと、うん、停戦しようがないなぜ停戦しようがないかといえば、うん、多分ロシアが結果としてゲインしちゃうとやり得になっちゃうんで、うん、そうすると台湾も起きるっていう。 そういう器具が NATO 側があの持つんでどうしてもそこまであの引き戻さなきゃいけないこれにそんな簡単には、まあ、あのいくつかヘルソンまで戻したりいくつか知ってるけどこれから先まだ起きるとしかも、えっと、バイデン政権はかなりウクライナに肩入れしてロシアに挑発していた。 面があるけれど、うん、アメリカ全体がそうかっていうとそんな簡単な話じゃなくて、うん、特に上院の外交委員会は後ろに国防総省と国務省がいてそこはねあの戦争の拡大をしたくない、うん、それから彼らは本当の戦争の怖さを知ってるからあの絶対にウクライナの武器がロシア領に届くような距離の武器は与えてない。ねだ ちょっとすごい素朴な疑問なんだけど、うん、戦争をな長引かしたいいっっって思ってて思るる人か長引かしたくないんだけど、うん、やっちゃえば大量破壊兵器になってすごい凄惨な結果になって終わっていくじゃない。うん、そ,れそれ短縮するかもしれないけどそれに対してはアメリカの、えー、議会と官僚の一部が理性を持って例えば。 ハイマースを,を与えるけど300キロ飛ばせるからロシア領バンバン撃てるんだけど60キロ以上は飛ばさないそういうハイマースの,あの砲弾を与えてるわけですよだからそうすると長引っかざるを得ない面があるわけで,すでも金子さんがおっしゃるねそのおっしゃるの分かるで僕あんまり戦況を語るの本当に好きじゃないんですけどただその2月25日のラインまで戻すってことになってきたら今度ロシアは引かないですよねそうなってくればね。 いやいやクリミアが残るんだいやでもクリミア残ってもいやっクリミアと東部の一部が残るんだよ残るってそこであの例えばあのロシアがこれ以上負けるような情勢になったら中国が入ってくるんだよ中国がロシア負けるのを望まないからそれからロシアがばっと大勝ちしたらこれは大変なことになるっていうんでまあ激しい戦争になっちゃうんでただ,ただねそのさっきの、ね、メール質問くださった方、はい、来年は良くなるか、はい だしよりもしいむしろ先ほど金子先生がおっしゃったその国際的な問題はそうだけど日本国内の財政あるいはその少々その経済状況産業状況を見ると日本はあんまりよくならないんじゃないかと。よくならないけど、うん、もっと怖いのは、うん、ウクライナ戦争が終わった時に市場が回復した時に気が付いてみたら日本は産業が全部ボロボロになってるっていうことが 起こりうるんで例えばあと1年2年した時に電気自動車の需要が猛烈に大きくなっちゃうともうトヨタやホンダの遅れは取り戻せなくなっちゃうだからウクライナ戦争が終わった時にバッと需要が回復した時に電気自動車がワーッと出てインフラが整備されてる時いや終わってなんかもうそうなっ,てなってるって留学行く人も少なくなっちゃったしさ。だから再生可能エネルギーと 蓄電池とスマートグリッドがもうヨーロッパ特にドイツオランダデンマークこういうところで進んでるしカリフォルニアとかそういうところもすごい進んでるオーストラリアも進んでるそうすると日本だけが原発やって、うん、気がついてみたらお取り残されてるっていうような、うんうん、もうそうそなってるでしょいやなりつつあるのがそれがもっと鮮明になっちゃうだからウクライナ戦争が終わったら安心っていうんじゃない。だから早い段階で 危機的な状況だっていう認識を持って方向転換を覚悟を決めてやげないと、うん、もうあとで取り返しがつかなくなってくるといぐらいまで覚悟しとけばいいの例えば日本あなんていうの他国に出稼ぎに行かなきゃいけないくらい。いや今すでにそういうことになってるよ。シンガポールやオーストラリアにまあ出稼ぎに行ってる人たくさんいるよ。うんうん まあねあのー、アカデミズムというか、ね、科学者の人たちなんていうのは中国にどん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 ん渡ってるでしょ中国どんどんだからそういう意味で言うと、ね、EV なんかだって、ね、こ,れ本当にこれだけ取り残されちゃうと今だって日本の産業でこう日本のこうこう輸出なんかを支えてるのはトヨタあたりだけどこのあたりが崩れてくると本当に日本の産業って壊滅状態になってくるってことでしょ。う安倍さんののひどい嘘は日本の優れた いやあのー、技術とかねそういうことをキャンペーンをバンバンやり続けてるた間にあらゆる産業で遅れてることはっきりしてるわけで貿易赤字こんだけ円安なのに20兆円年間で超えちゃうような事態になってそれでようやく気が付いたんだあ う,うちらの国はワクチンも作れないんだあ治療薬、ようやく、ねうん、あの塩の木が1個作っただけで、うん、あれ薬もつけないんだっていうようなねそういうなんか実態が垣間見えてようやく分かってきたでもね1個だけ僕いいことがあったと思ったのは。 さすがに一時期あったね本屋にいっぱい並んでた日本すごいっていう本があまり出なくなったでしょ言われてみれば <laughs> 日本すごくないのか<う>みんな分かったコーナーで来てたもんね分かった段階で覚悟を決めて変えないといけないんで。んで僕はちょっと年取ったせいもあるんだけどオイルショックの頃に日本が初めて貿易赤字になってそれで1973年ゼロ成長、はい、マイナス成長になった時にさ 日本中がすごい危機感があったんだよ、ち見してたんで、だからああいう雰囲気は全くないんだよ、叱してるんだ、メディアが叱咸してるし、それから政治家が失咸してるし、悪いけど、3代目のボンボンが借金漬けの財政やって、ごまかして、酒盛りやってるみたいな、そういう国になっちゃったんだよ,それはだからよくね、宮台さんが言ってるけど、要するに既得権益を持った。だから 世襲政治家だってそもそもだって彼ら別にイノベーションするような人たちじゃなくて親から引き継いだものをこう維持していきたいっていう、まあ、既得権益を持った人たち原発もそうだけど<う>人たちが沈みゆく船の中で座席争いを必死にしてるっていういような。ああいう人を選んじゃいけないんだよ。うん、今い地方はそういうのをたくさん選んじゃってるけど、うん、これやると日本の滅亡なんだわ。うん、なぜかっていいうとあの古い体制がい 一番心地よいいわけ、うん、何も考えないからで2015年16年に天下りが全面回復,復活してその過程で森友家計学園あるいは桜を見る会みたいなのがワーッと起きて、うん、それであのオルガリヒみたいなあの内,内部で自分のなんか原発とかね防衛費とかねそうやって経団連の古い産業がぐる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 ,ぐる回お金を増していくみたいな。うん そういうい体制どどどどん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 戻ってるわけだ,、うん、だけど世界はもっと別のとこ次元へどんどん進んでるわけだだからこのギャップの大きさがね返りがすごくなってきて新しいことに手をつけるその既得権益っても古いものを守ろうとするとお金が出ないもんね<う>新しいことだから潰れていく申請みたいなお金が出ないなお金が出ないってよりは こう滅亡していく国の中で今あるお金を俺たちのところに回せっていうようなことをしているてとだから本当はお金をそうじゃないところつまり原発とかじゃない既得権益層じゃないところにこう集中的に投資して新しいイノベーションだったりとか少子高齢化対策だったりとかしなくちゃいけないのに金の使い方がちょっとおかしいでしょっていう話ですよね、うん。 どんどん遅れちゃってるんだよ、うん、そこをどうやって切り返すかっていうのが機械持ってやらないと、家具、うん、持ってやらないと本当に手遅れになるっていう感覚を持ちま、ねうん、引き続きここ金子さん、青木さんに、ええー、そして室井さんに話してほしいことを募集しております。メールアドレスはゴールデンアットマーク JOQR ドットネットです。来週のこの時間はドブロックのお二人、そして来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さんご登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。